どうも皆さんこんにちは、着伐です。今ね私は、横浜駅にいて、本日はね、シェラトンの横浜ホテル&タワーズかな、一回ね、紹介してるんですけども、前回はねゴールド会員でしたので、今回はね、プラチナ会員で、今回ね宿泊させていただきたいと思います。どんな感じでね特典、プラチナステータスのね特典が利用できるかっていうのもねレビューできたらなと思います。今ね、夕方の4時ぐらいでねもうチェックインできるかと思いますんで、早速ねチェックインの方、していきたいと思います。本日はですね、クリスマスイブということで、12月24日なんですよね今日。アップグレードいただけますかね。ちょっとね行ってみないとわからない部分でありますけども、アップグレードされるといいですね。今回ね家族3人で、宿泊という形で、子供とね奥さんを連れて、宿泊という感じになっております。それではね早速、ホテルの方行ってチェックインしていきたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。本日はこちらですね2401となっております。それではね中に入って電気をつけました。いやーこちらはすごいですね。今回は、クラブルーム、詳しくね画像出しておきますけども、クラブルームにねアップグレードしていただきました。いやすごいですね。で今回はですね結婚記念日ということでね宿泊させていただいてこんな感じでねブーケもいただけました。やはりねこういう記念の時はね一言、今回ね、マリオットボンボイのアプリの方でね、記念日ということを伝えたらこういう感じでねサービスしていただけました。いやすごいですね。本物のお花で仮ブーケがいただけました。ちょっと部屋見ていきましょうか。こんな感じとなっております。でテレビは東芝製ですね。すごいですね。この下のは何なのか分かんないですね。これ何ですかね。音響設備ですかね。でこちらにデスクっていう感じですね。いやすごいな。で、部屋はこんな感じですね。いやすごいなこれ。でこちらがクローゼットとなっていて、アイロン台とガウンとアイロンが、ね、ありますね。あとランドリーバッグとかねありますね。あとスリッパ等もあります。室内専用って書いてある。あとパジャマもありますね。あと金庫もこちらに入ってる感じですね。でこちらが、コーヒーマシンですね。これは上開けかな。こんな感じで、これは見たことないマシンですね。これは UCC のコーヒーマシンですね。あとお水が2つと、あとこちらはあれですね、有料のものですね。こちらも全て有料パターンですね。あとこちらにケトルとスプーンとフォークが入ってますね。それではねこちらが、なんだっけバスルームですね。いやー大きいですね。こちらグラスと、タオルですね。下にバスタオルがありますね。石鹸はこんな感じでいつも通りですね。シェラトンはこんな、シラトンはね、いつもこのブランドですね。こちらがお風呂です。で、アメニティも、いつも通りですね。で、固定と可動とシャワーが2つついてますね。あと、ここからも出るんですよね。結構、バッてかかる感じの。あと、こちらが、バスルームで、バスタブですね。これは何でしょうかね。ちょっとわかんないですね。
で、反対側にお手洗いですね。おお自動で開くんですね。これは驚き。っていう感じですね。で、こちら、本当に目の前ですね。ヨドバシカメラが目の前に見える。横浜駅が斜め向かいぐらいですかね。でも景色もね、かなり楽しめそうですね。こんな感じとなっております。ちょっと反射しちゃってるかもしれないですけど、夜になったらね、綺麗な夜景も見えそうな感じがしますね。で、こちら反対側です。まあ反対側だとね、右奥に横浜駅が見えるっていう感じですね。いや、すごいですね。ここ、27階建ての今回24階に、宿泊させていただきました。やっぱすごいですね。それではね、今回は、今日ね、12月24日なんですよね。クリスマスイブに、今回ね、宿泊させていただきました。で、今回ね、クラブフロアに、アップグレードしていただきましたんで、かなり広いですよね。そしておしゃれ。部屋のね、真ん中にこんな感じで、ベッドがある感じなんですよね。こんな感じで。入り口はあそこで、ベッドがここみたいな感じで。こういう作りのね、ホテルはちょっと私初めてなんで、ちょっとおしゃれですね、これも。ありがたいですね。今回アップグレードいただきましたね。それではね、今回、こちらね、一泊、お世話になります。今ね、ちょうど5時ぐらいで、ラウンジ等々もね、今回ね、利用させていただいて、レビューね、させていただければなと思っております。それではね、こちらラウンジなんですけども、ラウンジはね、26階にありまして、6時から10時までね、営業してるっていう感じで、クラブラウンジか、もしくはね、こちらでコンパスって2階に結構有名なね、レストランなんですけども、まあ知ってる方も多いと思いますけども、コンパスでも、朝食いただけるということなんで、もしね、利用したい方はこちらの、食事券をね、コンパスの方に持ってくっていう感じですね。もちろんラウンジでも、朝食はいただくことができます。で、オールデイズスナックとして10時から22時までね、いつでも、まあ、飲み物等々ね、スナック等々がいただけるっていう感じですね。で、6時から8時までイブニングオードルっていう、オードブルっていう感じで、こちらはね、食事が軽く出るのではないのかなと思っております。で、6時から9時半までね、カクテルタイムで、お酒もね、いただけるっていう感じですね。その他ね、フィットネスジムが24時間。プラス、プール、サウナ、ロッカー室っていうのが平日はね、10時から22時。土日祝日は9時から、夜の9時までね、利用できるっていう感じですね。まあ、ここは別に大浴場っていうわけではなくて、ただ単にプールと、サウナ、ロッカーがあるっていう感じで、大浴場はありませんっていうことですんで、覚えておいていただけたらなと思います。それではね、今、夜の7時ぐらいなんですけども、これからね、ラウンジの方にちょっと行ってみたいと思います。今の時間帯は、オードブルタイムプラス、カクテルタイムということで、多分ね、ある程度の食べ物と、アルコールの、サービスがね、あると思いますので、行ってみたいと思います。We had the 6 point something to Almaty, yeah, and then like the 7 points. So most of the rest of all been single flight days. But the one day with me was long. I think we had the worst passengers. Principal was born in 90, so he's 29. And most, you know, but between 90 and 94 models. I mean, so 25 to 29 year olds.
それではね、ラウンジの方出ました。まあおつまみ程度でね、まあお酒もありますんで、まあそういう利用の仕方はね、まあできるんじゃないかなっていう感じですね。かなり、混み合ってましたね。それではね、本日は部屋に戻ってね、休みたいと思います。おはようございます。次の日の朝になりました。いや、すごい快適でしたね。でね、ちょっとね、外をお見せしたいんですけども、ちょっとね、気温差ですね、窓すごい曇っちゃって、すごいね、景色綺麗なんですけども、ちょっとね、お見せできるほどの映像にならなかったんで、今日はね、この素敵な絵の前に、前からね、お送りさせております。でね、朝食が2箇所からまあ利用できるということなんで、もしね、できそうだったらちょっと両方回りたいなと思うんですけども、どうでしょうか。ひとまずね、2階のコンパスっていう、レストランの方に、朝食行きたいと思います。それでは、朝食を終えてね、今ね廊下にいるんですけども、朝食の種類としては、両方ともね回らせていただきましたけども、種類としてはやはりねコンパスの方がまあはるかに多かったですね。もしねこのホテルで、
朝食ね、マリオットボンボイプラチナエリート、プラチナステータスの方でね、利用するっていう方はコンパスの方がいいんじゃないかと思います。それではね、今、お昼の今2時半ぐらいなんですけども、本日はね、3時まで、チェックアウト延長させていただいて、まあ、オファーとしてはね16時までいいですよっていうことは言われてたんですけども、ちょっとね、今回家族で来ておりますんで、ちょっとねラッシュを避けて帰りたいっていう気持ちもありましたので、3時チェックアウトでねお願いいたしました。ということでレートチェックアウトはね15時まで、利用させていただきました。眺めなんですけども、こんな感じでねかなり綺麗ですよね。ちょっとねチェックインしたのが結構遅かったんで、ちょっと外はね見れなかったんですけども、朝からね昼にかけて日中はかなり綺麗な、景色が見ることができますよね。真下がね目の前がヨドバシカメラ、横浜のヨドバシカメラですね。右奥に、まあ、横浜駅があるっていう感じですね。で今回はですねチェックアウトを、エクスプレスチェックアウトだったかな、キーをねそのまま、部屋に置いて出ていくだけで、まあ、チェックアウト完了っていうね方法を、チェックインの際にねいかがですかっていう感じで聞かれましたんで、今回ねそちらでチェックアウトねしていきたいなということなんで、まあ、今回はねもうここで、終わりっていう感じですね。ここにカードキーをそのまま置いて、帰るっていう感じになります。で今回ねマリオットボンボイプラチナステータスとしてはアップグレード、クラブフロアへの、アップグレードいただきまして、朝食も、ラウンジ、あとコンパスで2階のレストランでも利用することができましたし、クラブラウンジね、も利用できました。でプラスしてレイトチェックアウトね今回15時まで滞在しましたけども、オファーとしては16時まで、利用することができました。いや今回ね私2回目なんですけども、この横浜シェラトンね、宿泊させていただくの、前回はゴールド会員で、今回はねプラチナステータスで、まあ、宿泊させていただいたんですけども、いやとても良かったですね。まあ、前回も、まあ前回はね別に悪かったっていうわけではなかったんですけども、前回はね満室でアップグレードがね残念ながらねしていただけなかったんですけども、今回ね超絶アップグレードですかね、2ランクぐらいかな、2ランクか3ランクぐらいねアップグレードしていただいて、クラブフロアに宿泊させていただいたっていう感じですね。いやとても広くて本当に快適でしたねこの部屋。本当に広かったです。いやありがたい限りですね。今回の動画はね、こちらでもうあのこのまま、キーを置いてね私出てしまいますんで、今回こちらで、動画の方ね終わりたいと思います。今回ね、こちら横浜シェラトンホテル&タワーズだったかな、マリオットボンボイポイント、3万5000ポイントをね消化して、宿泊っていう感じですねさせていただきました。クリスマスイブにね、宿泊させていただいたんですけども、3万5000ポイントでね宿泊させていただいて、まあ、朝食もね2箇所から選べて、ラウンジが利用できて、レイトチェックアウトも利用できるということで、かなりね大満足のね滞在となりました。いや本当にありがたいですね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った面白かったという方はいいね、チャンネル登録をお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。